今日はショートボブ向けのアップアレンジを紹介します。髪が短い方でもできるアップスタイルと、よくね失敗するポイントも紹介します。で、結べるとか結べないとかね、皆さん気になる方も多いかと思いますので、それは以前の動画でお伝えしておりますので、そちらもご覧になってください。それでは早速やっていきましょう。まず逆リンパの失敗をやっていきます。下目に結んで空洞を開けて、このまま通していくんですけど、髪の毛を持ってこの空洞から通そうとするとうまく出てこなかったりとか、引っかかって形が悪くなったりします。ここってすごくお客様から言われるポイントで、逆リンパをするときにうまくいかないとか出てこないって結構言われるんですね。ここうまくいくポイントっていうのは本当に簡単で、ゴムの部分を人差し指と中指で持つ、でそのまま引っ張り出すことによってめちゃくちゃ綺麗にできます。長さは肩ラインのボブヘアになります。はじめにスタイリング剤をつけていきます。大体爪ぐらいの大きさで取って、じゃあもう手にしっかりとなじませて、毛先中心にまずつけていきます。でこの時にスタイリング剤がしっかりとついてると綺麗にまとまりやすいです。で簡単に溶かしていきます。溶かすことによってスタイリング剤が綺麗に均等に行き渡ります。両サイドを耳後ろでこんな感じに分けて3ブロックにしていきます。こんな感じで3つに分ければ OK です。でまず後ろの髪の毛を少し溶かして、ちょっと下あたりぐらいですね。でゴムで結んでいきます。この時に大体まあ3周ぐらい結んであげれば OK です。次に真ん中に空洞を開けます。で空洞を開けながらちょっとねゴムを下に少しだけずらす、こんな感じです。次に上から人差し指と中指で入れ込んで、でこのゴム付近をこの2本の指で挟みながら空洞を通していく。こうすると綺麗に逆リンパができます。でこの毛先の髪の毛を2つに割ってギュッと締めて形を整えます。でこの毛先の部分が結構ねぴょんぴょんと跳ねてきてしまうので、少しね下にずらしてこの表面の髪の毛で隠すような感じで中に入れ込みます。次にサイドの髪の毛を後ろに持ってきます。この時にお好みで奥レイは下ろしておいてください。今回は全部まとめていきます。櫛で後ろに溶かしながら綺麗にね面を整えて後ろに持ってきます。サイドの髪の毛を両サイド後ろに持ってきた状態です。ここでゴムで結んでいきます。で結んだらここに空洞が空いてるので、ここでくるりんぱを1回やります。ではこのくるりんぱした部分をゴムの部分を持ちながら少しだけほぐします。ちょっとねこのねじれてるところがほぐれたら OK なので、手で触りながらねじってるところを出すようにしてください。でこの毛先の部分ぴょろんと尻尾みたいになってるので、これをこの下の空洞の中に入れ込みます。次にヘアアクセを使います。こういう風な感じでねバレッタタイプで、ここのこの隙間穴が開いているところと、あとゴムが見えてるかなと思うので、その部分につけていきます。この空洞の部分を中に入れて引っ掛けて、ゴムが隠れるぐらいの高さでパチンと止めます。こうすると結構ねしっかりと止まります。この辺りはボリューム出てるんですけど、ここがちょっとペタッとして見えるかなと思いますので、この部分を少し押さえながらここに高さを出します。この時に指で少しねこうわしづかみチックにやりながら少しずつ広げていきます。
でここは束感というよりは少しねボリュームが出れば OK なので、少しずつね形を整えながら出してみてください。で全体的にね少し毛羽立ちが出てきているところもあるかと思いますので、最終的にスプレーで毛羽立ちを抑えていきます。でスプレーはこうやってシューってつけるのではなくて、少しずつねシュッシュッと出しながらこう毛羽立ちを抑えるようにして綺麗にしていくと、あんまりダマにならずにね自然な感じで固まってくれます。形とバランスが整ったらこんな感じで完成です。はい、ということで、今日はねショートボブの方向けの、簡単なアップスタイルを紹介させてもらいました。いろんなシーンでも使えるので、例えばねカジュアルな感じでも OK だと思いますし、まあドレッシーな感じだったりとか、あとはアクセサリー変えたら着物とかにも使えるヘアアレンジになってますので、ぜひ皆さん参考になさってみてください。今日も、最後まで動画見ていただいてありがとうございました。これからもね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を配信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。